ですけども、ジーフロントが大きくいたしまして、その3階席にですね、キャッシュレス端末というのを置きまして、キャッシュレス投票というものを実施してきたところでございます。これをですね、新年度からは、3階だけではなくて、2階にもキャッシュレス投票端末というものを新設いたしまして、キャッシュレス投票の利便性の向上というものをさらに図っていきたいというふうに思っているところでございます。またマイルスクエアですけども、何回も申してございますけども、これは、本当に我々小池屋としても、競馬の開催だけではなくて、この、23区の中、東京の中にこれだけ広大なですね、スペースというものがあるというものは、非常に可能性があるのではないかなというふうに思っているところでございます。ですから、競馬の開催だけではなくて、2020年に向かってさまざまなイベントというものが実施されると思いますので、このマイルスクエアを開催においても活用していければというふうに思っております。もうさまざまなイベントの計画がございますけれども、また後に触れてですね、大きなイベントがあるごとに、報告をさせていただければというふうに思ってございます。ぜひ今日そのマイルスクエアの全貌というものをですね、ご覧いただければというふうに思ってございます。最後にイルミネーションになりますけれども、新しいイルミネーションという形で、ECK に関しましては、光の競馬場というものを今まで目指してくれるというところでございます。さまざまな取り組みを行いまして、その一つの集大成としてですね、来年はジャニーイルミネーションの最終章、光の世界を旅するという形のイルミネーションを提供していきたいというふうに思ってございます。来年はですね、少し変えまして、内馬場にですね、火山ができます。昨年までは、ご職人のファイヤーイルミネーションという形でやったんですけども、それを少し進化させまして、大きな炎によってですね、競馬場全体を映すみたいな派手なイルミネーションというものを行えればというふうに思ってございますので、それも楽しみにしていただければというふうに思ってございます。以上、簡単でございますけれども、いろんな説明いたしましたけれども、何しろ、我々としては、この29年に向かって、先ほど申しましたように、映像環境の整備、スタンドの整備、さらには、オープンステージの整備という形の中で、競馬場というものをリニューアル、オープン、リニューアルしてきました。インターネットの世界という形の中でですね、競馬が盛んに行っておりますけれども、やはり競馬というのは興行でございますので、本場が賑わっていないと、競馬自体というものが食べてしまうというところもございますので、なかなか難しいことではございますけれども、多くの方々にですね、本場にも、足を運んでいただきまして、大井競馬を楽しんでもらう、そのためにはどうすればいいかという形の中を、やってきて、この29年度にオープンできるというところでございます。今後我々も一生懸命、やっていきますので、ぜひとも皆様方にも、この大井競馬場というのを応援してくださればというふうに思ってございます。何しろ29年度も、TCK では、多くのお客様に、東京の夜の競馬クラスアルファというものを楽しんでいただけるように、全力で努力してまいりますので、今後とも TCK 東京していけばよろしくお願いしたいと思います。以上で私からのブリーフィングを終わりたいと思います。